新しい漁があって、どういう関東だとどういう釣りやる人におすすめとか、なんかこういうシチュエーションだとバッチリじゃないかなって、いっぱいもう今ベイトリールがあるんで、どういうところで選んでいこうかなっていうのを何か。まあそうですね、まあ、巻きに関して、はい、特化したリールなんで巻きで、はい、まあ、巻き物用になるんですけど、はい、その中でも ある程度ウェイトのあるウェイトのあるルアーを主体でやる人、まあ、軽くても8分の3かなって感じですね。8分の3ぐらいから投げやすくて、最近流行り のジャイアントベイトとかなんかいろいろあるじゃないですか、はい、ああいったのの相性がじゃあいい、まあ、ジャイアントベイトまでいかなくても、はい、8分の3ぐらいから上で相性がいいです、はい、で特に、まあ、あとは巻いた時に抵抗のあるルアーだとか、はい、あとはスイミングジグみたいに何らかのストラクチャーにコンタクトさせながら巻いてくるような、はい、そしても巻く時に負荷がかかるんで、はい、負荷がかかるんで、そういう釣りに使ってもらうと負荷がかかってもカノリルよりは軽く巻けるんで、はい、そのストラクチャーに入り始め、はい、抜けたところとか、はい、スラックからスタック仕掛かったのがコロッと外れるときのルアーの動きがすごくこうイメージできるのと、はい、イメージしてるんで、はい、不意に移動したりしすぎたりしない。なるほどな。基本的には、まあ、ギア、はい、そしてフレーム、はい、でスプールハンドル、はい、でまあ、細かいこと言うとレベルワインダーまで、まあ、全部変わっては来てるっていうことですね。でその中でも一番大きいのは、まあ、ハイパーメッシュギア、はい、まあ、ギアメインギアが、はい、細かくなってるんで、それによって、まあ、噛み合わせの、はい、効率が 1.5 倍前作よりも上がってるので、まあ、そこが一番大きいですよ、まあ、それで巻く力が強くなったのを、はい、まあ、サイドプレートの、はい、このコック化にしたりとか、単造のハンドルをつけることによって、はい、全体的に巻く力が上がる、上がってる、巻いた時の感度も高くなってる。もちろんあの意味とかも OK、 大丈夫です。あ、大丈夫だ、はい、シーバスジリングとかもいけるし、ね、スプールの互換性も全部あるので、あ、互換性も、はい、スプール変えてもらえば、はい、いろんな釣りに行きたい。浅溝スプールなんてのはあるんですか？あります、あります。赤溝も入るし、SB スプールも入る、はい、RCSB ってついてる、スプールは全部、やっぱリアル4以降なんか本当そこら辺の互換性全部持たせてくれてるんで、なんか買ったものが無駄にならないんで、そうですよね、すごい助かってます、それは、はい、ありがとうございます、はい。巻いてごらん。